山山下下君日本共産党の山下芳樹ですえマイナンバーカードのトラブルに関わって、公表が遅れたことが国民の不信を招いています。鶴尾委員長え、各種トラブルごとに、いつ発生し、いつデジタル庁が把握し、いつ大臣に報告されたのか、時系列でわかる報告書をデジタル庁から党委員会に提出することを求めたいご国理事会にて協議をさせていただきます委員長、この報告書は、他の要求資料とともに、法案審議の前提となるものだと思います。 えー、提出なしに審議集局はできません河野デジタル大臣に伺いますデジタル化の進展によって、社会全体が便利になる、新しいサービスが生まれる、その一方で、立場の弱い人々がより困難になる、社会から排除されるようなことは、絶対にあってはならないと考えますが、大臣のご認識、いかがでしょうか河野デジタル大臣。 はいあの、デジタル社会の実現に向けた重点計画におきまして、地理的な制約、年齢、性別、障害や疾病の有無、国籍、経済的な状況などにかかわらず、誰もがデジタル化の恩恵を享受することにより、豊かさを真に実感できる、誰一人取り残されないデジタル社会を目指して取り組むこととしております。 人に優しいデジタル化をと掲げておりそれを達成するための行動規範を定め職員一人一人がこれを意識して政策の遂行に当たることとしているわけでございますデジタル技術を使うことで、えー、日ごろ生活が困難である障害を持っているような方も その困難を乗り越え、より豊かな暮らしを実感することができる、そういうさまざまな技術も生まれているところでございますので、この社会全体を便利にし、新しいサービスが生まれる中で、立場の弱い方々、障害を持っていらっしゃるような方々も、そのメリットというものをしっかりと享受していただきたいというふうに思っております。はい 山下君果たしてこのマイナンバー保険証システムで、そう今、大臣がおっしゃったことが実現できるのかと、5月17日の党委員会の参考に質疑で、全国保険医団体連合会副会長の武田智夫さんが意見表明されました、保団連のアンケートでは、介護施設の83.6%が利用者、入居者の保険証を管理されています。人人が入居するあるあ特別養護老人ホームでは ほぼ全員の保険証を原本で預かっていて、預かり証を発行し、施設内で鍵付きの棚で管理しているということでした。なぜ保険証を預からなければならないのでしょうかと聞きますと、特養の入居者の方は医療を受けていない人はまずいない、いつ急変するかわからない、保険証を預かっていない場合、家族に来てもらって医療機関に連れて行ってもらわなければならないが、すぐ来てもらえなければ、治るものも治らないので保険証を預かっているという答えでした。120人の施設で年間140件 2日に1回程度、外部の医療機関に職員の誰かが付き添っているとで。こうした施設の現状で、保険証を廃止した後に、施設でマイナ保険証を管理できるのかお聞きいたしました。武田参考人のお答えは、マイナ保険証は紙の保険証以上に厳重な管理、保管が求められる。マイナ保険証と暗証番号を施設で管理する責任はあまりにも重大だ。毎日紛失して個人情報漏洩や 不正利用などの重大事故が起これば大問題になる。担い手不足と新型コロナ対応で苦労を重ねている高齢者施設の職員に、さらに重大な責任を負わせるような進め方は好ましくない、切にやめていただきたいとお願い申し上げますと訴えられました、河野大臣。 あの5月17日の参考人質疑におきまして、介護施設入所などの状況を武田参考人よりお話があったと思いますが、介護施設であの保険証と暗証番号を管理する責任は重大だ、ケアマネに代理申請を求められても本来業務でないから困難、高齢者で独居の方が非常に多くなっていて、その対応が。あ 難ししいいととううようなご発言があったと認識をしておりますマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関しまして、さまざまな状況の方において、カードの申請取得、あるいは健康保険証としての利用が円滑に行われるよう、環境整備をしなければならないと認識をしておりまして、昨年12月より、デジタル庁、総務省、厚労省で検討会を開催し、入所施設を含む関係者から、 広くヒアリングを実施し、必要な対応について検討し、本年2月中間取りまとめを公表いたしました。この中間取りまとめに基づきまして、施設入所者のカードの在り方などについて、取り扱いの留意点を整理した上で周知し、安心して管理することができる環境づくりを推進するとともに、本来業務に配慮した申請代理交付の支援のマニュアルを作成、普及するほか、 高齢者で独居の方についても、希望する方の個人宅を市町村職員が訪問する形で、えー、申請が行えるよう検討を行うなど、きめ細かく対処することとしておりますあの。施設に入所されているような方こそ、ご本人の過去の医療、保険情報に基づいた医療を受けていただく機会を保障する必要があると考えておりますので、きめ細かい対応を行い、 施設管理者、入所者の双方が安心して適切にマイナンバーカードを管理できる環境づくりを推進してまいりたいと思っておりますし、このマイナンバー保険証は、顔認証、あるいは医療機関の方での目視での認証が可能でございますので、あのマイナ保険証と暗証番号を両方を施設で管理するということはあのございません、暗証番号を預ける必要はございません。 吉木君あの武田参考人の切なる願いが伝わっていないなと思いました、そういうことを、えー、検討会で検討されていることは承知の上で、武田参考人からの訴えがあったわけですよね、あの私はですね、えー、そういう中で、目視で本人の確認をするというんだったら、別に現行の紙の保険証で十分できるじゃないですか。 ということをもうお認めになったということって等しいと思いますよ、それから、あの武田参考人は、ですね今の河野大臣のご答弁では、不安は消えないということで訴えられた、だからもしね、本当、不安が現場の方から解決できないということなら、私は見切り発車をやめるべきだと思う、少なくとも紙の保険証で代行できるとお認めになったんだから、そうすべきだと思う、武田参考人はこうも言いました。 あご自身がです、ね、訪問介護されている、訪問医療されている独居、えー、老人の方が数人いる、全員がマイナンバーカードを取っていない家族の代理申請も想定できないからですね、ものすごく不安がある、えー、こういう方々は、なんとか保険証が残ればなとお,おっしゃる、そういう方にですよ、武田参考人が今の世の中変わってるんだと、これからはマイナンバーカードを持っていないと、それが保険証の代わりになるんだと言っても、 うん、私には無理だ、知らない、縁がないというふうになっちゃうということなんですよ、高齢者の方にはね、マイナー保険証を持ってもらう意義、メリットが伝わらないということなんですよ、でそうなったらね、仮に代理申請がやられたとしても、そその申請をする意思が確認できない、意義がわからないわけですから、あの今、大臣がおっしゃったようなことがすすっとは進まない現場があるということですよ。 認知症の方は1000万人を超えるとも言われておりますけれども、えー、このままですねこのやり方を強行したら、当事者にも、それを支える側にも、新たな負担を押し付けることになる、武田参考人は、医療を受ける権利が剥奪されてしまうことを心配されているというふうにおっしゃいました、まあ、そういう深刻な訴えだということを、私は今、聞いていて、受け止められてないなと思いました。もう一つ あのもう時間がないので、障害者団体の方からの訴えもありました、あ障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会事務局長の、えー、家平悟さんがですね、えー、障害者の場合はあいろんな大きな問題を抱えていると、まあ、この党委員会でちょっと驚きが起こったんですが、申請時に顔写真の背後に車椅子のッヘッドレストが写っているからと却下された。 全盲で病気のため、黒目がない人については、黒目がないから写真を撮り直せという指導もあった。利用時に医療機関で受診するとき、顔認証がエラーになる、不随運動がある人、一定のところに顔を受けない人は、カメラの認証が作動しない、暗証番号の入力が難しいという方は、言葉で伝えてやってもらうのは、伝えることの怖さがあると、えー、この大臣、障害者の方にとって、今度のマイナンバー保険証システム、かえって不便になる。 というこれも5月17日の参考人質疑において、えー、家平参考人でしょうか、障害者の場合、マイナンバーカードの申請、取得、管理、利用、それぞれに問題を抱えていると、ご発言があったと認識をしております。 具体的には申請時に顔写真の関係で困難があったこと、福祉現場においてカードの管理や申請支援を行う場合、別途費用を徴収する必要が発生するのではないかとの不安が上がっていることといったご発言があったと認識をしておりますあの。マイナンバーカードと健康保険証の一体化の検討会には、 障害者団体にもヒアリングに参加をしていただき必要な対応について検討を行ってこの中間取りまとめを公表いたしましたこの中間取りまとめに基づきまして障害のある方あるいは寝たきりの方などやむを得ない理由により企画に合った写真を撮影できない場合には 申請書の指名欄に理由を記載して送付をしていただくか、コールセンターにご連絡いただくことで使用可能としていることについて、今年3月に自治体に対し、具体的な例も示しながら、改めて周知を行いました。また、施設職員や支援団体などに、申請代理交付などの支援の協力を要請する際、 申請の取りまとめや代理での受け取りに対する助成を行うこととしております。施設入所者と同様、障害をお持ちの方も、医療を受ける機会が多い方でありますから、ご本人の過去の医療・保険情報に基づいた医療を受けていただく機会を保障する必要が大きいと考えております。引き続き、関係の皆様のご意見やご要望を丁寧に伺いながら、 健康保険証との円滑な一体化に向けた取り組みを進めてまいります山下義樹君。その認識、改めた方がいいですよあの。中間取りまとめは今年の2月ですよ。この委員会で参考人質疑やったのは5月17日ですよ。当然、中間取りまとめの中身を踏まえた上で、なお不安が拭えないということだったんですよ。それがね、こんなことでいいんだろうかと思わざるを得ません。 えー、家平参考人も、施設がマイナー保険証を預かるのが大きな問題だと、えー、そこまで個人情報扱えないとかね、施設の方が言ってる、障害者本人、家族の抵抗があるとで、施設からは今後、通院支援ができなくなるかもしれないということも挙げられていると、武田参考人と同じく、ですね障害者団体、医療団体の皆さんからは、医療を受ける権利が剥奪されてしまうんじゃないかという、深刻な問題提起はされているのに、えー、それに。 全く受け止めて、対応しようという姿勢が感じられません、えー、時間が近づいてまいりましたから、ぜひね、あの大臣に伺いたいのはその、河野大臣が現行の保険証廃止を、あごめんなさい、河野大臣がこうしたです、ね、高齢者介護の現場、 それから障害者の皆さんからの現場の声が、今、あの参考にしすぎて紹介されたんですけれども、えー、こういう声があるということをいつ認識されたんでしょうか、河野大臣河野デジタル大臣。あの検討会の中で、えー、そうしたヒアリングを行ってもらい、あの中間取りまとめというものが2月の 16日だったかと思いますが、出されたわけでございましてあの、その中間取りまとめの中に、こうした関係の皆様からのヒアリングを経て、対応策がまとまっております。山下佳貴君ということは、河野大臣が現行の保険証廃止を表明された昨年10月13日の時点で、今、大臣も内容を紹介されたような、障害者医療団体からの 懸念これはご認識されてなかったということですか河野大臣あの。そういう問題につきましては、あの厚労省がすでにいろいろと考え、検討してくださっている、えー、そういう認識でございます山下良幸君。河野大臣は、昨年の10月13日の時点で、今おっしゃったような、私が紹介したような内容、認識されていたんですか河野大臣あの。個別のことについては認識しておりません。 山下芳樹君認識されてなかったんですね、個別ですよ、全部、一つ一つ具体的に起こっていることは、それはね、認識もしないで、私は現行の保険証廃止を表明した、であまりにも責任重大だと言わなければならないんですね、それからその後ね、検討会で検討してもらってるということなんですけど、第1回、えー、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会、えー、の昨年12月6日の議事概要を見ますと、 河野大臣の挨拶法律改正に関係する事項は、次期通常国会での法案審議を見据え、スケジュール感を持って検討していただくとなっております。スケジュール優先だったんですよ。だから、去年の10月13日の時点では、こういう個々のね、事例知らなかった。しかし、5000人、いろいろ意見が出た、その中におそらく多くのこういう関係者の声、危惧する声、心配の声、やめてほしいという声あったでしょう。だから検討会を作った。で検討するときに、 もうスケジュール感優先で、通常国会に法案を出すから、スケジュールを間に合わせてちょうだいねという言い方で、大臣が冒頭に挨拶してるから、こんなな間に合いのです、ね、当事者が納得できない、不安が拭えない、そういうもので中間取りまとめが出されたまんま、今、法案を通そうとしている、これはやはりあまりにも拙速に過ぎるんじゃありませんか、無責任じゃありませんか河野大臣あの政策を実行していく上で、 あのそれぞれ節目、節目というのがございます、あの法案に関しては、国会で審議をいただいて、えー、やっていかなければなりませんからあの、国会に間に合うようなタイミングできちんと結論を出すというのは、これは当然のことだと思います山下良樹君。障害者やあの介護施設、高齢者のね、医療を受ける権利が剥奪されるかもしれないという重大な問題が提起されているときに、 国会の審議を優先する、そういうことで、私は大臣、閣僚としてのね、記者内閣の姿勢がそれでいいのかと、指摘せざるを得ないですよ、国会の日程よりも、高齢者や介護施設入居者、人間の尊厳が問われているときにですよ、なんで国会の審議優先なんですか。デジタル社会は全てのの人人を取り残さない障害のある人にも このデジタルを使って、より豊かな暮らしを保障すると言いながら、それに逆行することが目の前で起こっているのに、なんで国会審議を優先するんですか。嘘ですか、このスローガンは、そうなりますよ小野大臣あの。このマイナンバーカードと保険証を一体化するというのは、さまざま医療におけるメリットがございます。これはもう国民全体にとってもそうですし、あるいは施設に入所されている方、あるいは、 障害を持っている方、難病を抱えている方、むしろそういう方にこそ、このマイナンバーカードと保険証を一体化することによって、提供されるさまざまな医療情報、保険情報といったものが役に立つわけでございますから、そういうものをしっかりとやっていきたいというふうに思っております。 またあの、こうしたデジタルでデータを連携をし、さまざまなエビデンスを取るということが、何が最良の医療なのかということを、エビデンスに基づいてきちんと医療を提供するということになるわけでございますから、これは誰一人取り残されない。 あの人に優しいデジタル化ということを進めるのに、全く沿った政策であるというふうに思っております山下良樹君、ね。参考人質疑で出されたことは、その逆の事態が起こっているという深刻な、通説な現場からの声なんですよ、それをね、全く無視してあの、人に優しいとか、もう言うのはやめていただきたい。私はは高齢者者施設あるいい障害者の実態について 十分認識しないまま、高齢者や障害者に新たな大きな困難をもたらす現行保険証の廃止を表明した河野大臣の責任は重大だと思うし、さまざまな困難が生じることを認識しながら、十分な対策を取らないまま、この法案を提出した責任も重大だと思う。河野大臣の責任は二重に重大だと言わなければなりません。このまま強行すれば、社会的弱者が医療から排除されかねない重大な事態になりりますす法案をを撤回しやり直すことを求めて次終わります。